はい、こんにちは。今日もスタートしていきます。4月3日の土曜日の5時になりましたので、今日もライブ配信スタートしていきます。毎月月始めは、初めてチャットの方大募集しているので、まだチャットを打ったことないっていう方いらっしゃいましたら、気軽にチャット入れていただければなと思います。音声画像大丈夫でしょうか。カッパシーソーさん、チャンネル登録809、あとちょっとですね。こんにちは。初夏の陽気です。おお、東京結構暖かいですか。今日京都は割とまあポカポカした春の陽気で、午前中ちょっと曇っていたんですが、今は結構天気が良くなっているかなって感じですね。そう、あのチャンネル登録者数が800人になったので、もう少しで、1000だなと。11月までに、個展にまで、1000登録者数になるかなって感じですが、これから増えていくのかどうだかわからないですね。登録者数1000名になると、まず、スマートフォンで、ライブ配信ができるっていう機能がついてくるので、そこを目指して、頑張っております。まあ、今のところ、パソコンで不便なくできているのでいいかなと思うんですが、よろしければ、チャンネル登録していただければなと思います。マリアマリアさん、こんにちは。よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。今日もじゃあスタートしていきます。今日のテーマはですね、漆芸技法の見分け方っていうのと、あとクラウドファンディングですね。実は、先月末に、リリースするかもしれませんって言ってたんですが、あの使用上受付が月末だったら、リリース日は特にそのこだわりがないというか、キャンペーン期間に、適用されるということで、あの4月に入ってからの、リリースになっても大丈夫ということで、明日リリースしようとしているので、それに関してちょっとご説明とご協力のお願いをしたいなと思っております。SDT ワークさん、ありがとうございます。久しぶりにライブ間に合いました。音声画像大丈夫ですと、ありがとうございます。あ、そうですか。 SDT ワークさん、確かにライブ配信はいろいろありましたので、久しぶりかもしれないですね。ありがとうございます。という感じで、スタートしていきます。今日はですね、漆芸技法の見分け方ということで、なんだかんだ言って1年ぐらい、配信をしていて、しっかりとした技法の解説を実はしてなかったかなというふうに思い返してですね、写真を見ながら、こういう技法はこういう特徴がありますよっていうのを見ていただいて、展覧会なんかで足を運んでいただいた時に、あ、これはどういう技法でできている、どういう過程でこういうふうに表現されているっていうのが分かりやすくなって、より漆に関する展覧会を見た時に分かりやすいような解説をしていきたいなというふうに思っております。でですね、今日の参考図書をご紹介していきますね。エスケープさん、こんにちは。移動しながらです。ありがとうございます。イヤホンをしながら聞いてくれているんでしょうか。ありがとうございます。チャットもありがとうございます。今日の参考図書はですね、こちらですね。漆芸品の鑑賞基礎知識。なんか実はこれ入手しやすいものだと思っていたんですが、どうやら販売中止になっているようで、ちょっとレアになってきているようですね。で、これ基礎知識と言いながら、かなり深いことまで書いてあって、内容が深いんですね。作り手にめちゃくちゃ役に立つことが書いてあったりするので、これ役に立つ一冊なので、なんか手に入る機会があったら見られたらいいなと思います。で、こちらがまず一冊目の参考資料で、もう一冊がですね、近代日本の漆芸ですね。これ近代の漆芸においてはかなりその重要な作品がずらっと並べられている豪華本でですね、松田権六とか音丸香道みたいな、その昭和の人間国宝を中心にですね、いろんな
いい図版で載っているので、こちらもおすすめですね。効果本 と、ソフトカバーが出ているかなと思います。東京国立近代美術館で担当者が発行しているものなので、こちらも絶版になっていると思うんですが、割と流通量があるのか、入手はできるタイプの本かなと思います。ハードカバーが1万円台後半かな、2万円ぐらいかなと思います。ソフトカバーだと4000円ぐらいで買えるかなと思います。こちらおすすめなので、近代、漆芸が好きな方はぜひぜひ見てください。ということで、スタートしていきます。いつも通りどのタイミングでチャット入れていただいても、あと目に入っているので、ぜひぜひどんどん、チャット入れていただければなと思います。今日のテーマですね、漆芸技法の見分け方、クラウドファンディングリターンの解説です。で、質問箱は今週入ってなかったので、そちらはなく雑談という形でお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。まず蒔絵の説明ですね。まず大きく蒔絵解説すると、4つの技法があります。研ぎ出し蒔絵、平蒔絵、高蒔絵、生地蒔絵というふうな、感じで4つの技法ありますので、そちらを見ていきます。まず研ぎ出し蒔絵ですね。左に出ている、写真がですね、包装受け加量瓶が、蒔絵冊子箱ですね。仁和寺の国宝の研ぎ出し蒔絵の名品ですね。こちらの黒地に銀と金の模様が見えるかなと思いますが、この金と銀の部分が蒔絵で描かれています。右の図がですね、研ぎ出し蒔絵どういうふうにやっているかっていうのを、断面図で紹介してあるイラストですね。まず絵漆で模様を描きます。この左の作品の場合はですね、この花文様、包装弦の文様と、あと加量瓶画っていう空想の動物ですね、の部分を絵で、絵漆っていう赤い漆で模様を描きます。その上にですね、金粉を巻きます。図の2番目ですね。で、巻いた状態がその、絵漆の上にこう金が乗っている状態で、その上に上塗りを行います。漆を塗った後に研ぎ出して金粉の断面を出す表現ですね。こういうような感じで、研ぎ出し蒔絵っていうのは作られています。次に平蒔絵ですね。こちら尾形光琳の八つ橋蒔絵硯箱ですね。東京国立近代美術館像ですね。で、こちらのですね、どの部分が平蒔絵かというと、葉っぱの部分ですね。八つ橋の葉っぱ、カキツバタの葉っぱの部分が平蒔絵になっております。こちらの作品は割と混合技法が使われていて、八つ橋、橋の部分が鉛の板を張ってあって、カキツバタの花の部分は螺鈿ですね。で、葉っぱの部分、ペタッとした表現で蒔絵がされておりますが、平蒔絵という技法ですね。平蒔絵と研ぎ出し蒔絵の大きな違いは、研ぎ出し蒔絵っていうのは、塗り込んで研ぎ出すので、同一平面上に、漆と金粉が、表現されるんですが、平蒔絵というのは漆の面より一段高い表現なんですね。漆の面に図を見ていただくと、右の図を見ていただくと、漆の面に絵漆、今回の場合は葉っぱを、漆で描いた後に金粉を巻きつけます。で、巻きつけた後、塗り込みをせずに研ぎ出すんですね。なので、同一平面上ではなくて1個高い表現になっております。この場合はですね、例えば東京国立、博物館に行って、あ、八つ橋蒔絵が出てるなって思って見ていただくときにですね、あ、葉っぱの表現は同一平面上じゃなくて一段高い表現になっているから、うん、これは平蒔絵だというふうに見ていただければなと思います。次に高蒔絵ですね。
作品はですね、梅蒔絵手箱三島大社の国宝ですね。こちらの、作品はですね、金地に先ほどの研ぎ出し蒔絵で金地を作った上に高蒔絵をしてあるものっていうふうに考えてください。梅の模様がちょっと黒ずんでいますが、こちらはあの銀の表紋ですねを象眼してあるものが錆びて、もともと銀だったものが黒ずんでいる状態ですね。それとあと高蒔絵の混合技法っていうふうに考えてください。高蒔絵の部分はどこかというと、梅の木の枝であるとか、飛んでいる鳥の表情が、高蒔絵で表現されています。一見平蒔絵のようにも見えますが、高蒔絵どういう表現かというと、右の図を見ていただくと、いつもだと絵漆で描いた後にですね、いきなり金粉をまくんですが、今回高蒔絵というのは、墨粉ですね、墨の粉をまいて、一段高い状態、もしくは一段二段高い状態を作り上げた上にですね、高揚げ漆という少し肉持ちのいい漆をさらに盛り上げて、でそこに、絵漆で模様を描いて金粉を巻いて、研ぎ出すという技法なので、層が何層にもなっていることによって、ふんわりとした漆らしい柔らかな立ち上がりというか高さが得られる蒔絵なんですね。こちらの、展覧会とかで見ていただくと、金粉の表情の中で一段高いのはもちろんなんですが、そこに少しこう漆らしい柔らかい盛り上がりがあったら、あ、これは高蒔絵なんだなっていうふうに見ていただければなと思います。アンタラサンキューナイスティーシーユーということでありがとうございます。サンキューアンタラ。TY ミットさん、はじめまして初見です。趣味で漆楽しんでいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。初コメ嬉しいです。はい、という形で高蒔絵ですね。こちらは木地蒔絵です。現代だとあまり表現されることもない技法なんですが、蒔絵の一つの技法なので、ちょっとこちらも解説していきます。先ほどの蒔絵と大きな違いは、木地蒔絵ということで、描くボディがですね、塗り面ではなくて白木そのままの上に描かれています。白木もしくは吹き漆をした上に描いてあるのが木地蒔絵ですね。柴田是真の作品なんかにもたまに見られるので、木目が見える状態で蒔絵されているもの、あ、木地蒔絵だなというふうに思っていただければなと思います。こちらの作例が、左側にある硯箱ですね。木地蒔絵と言いますが、この作品はちょっと例外的にですね、木の肌、革の肌を使ってあるちょっと珍しい作品です。これ以外の作例があんまり僕見たことないんで、かなり珍しいなと思ってます。で、オーソドックスな木地蒔絵は、こういう状態ですね。こちらは多分、霧の白木の上に蒔絵をした状態ですね。結構コントラストがはっきりするので、割と印象的な表現ができる技法です。で、技法的にはどういうふうにしていくかっていうことなんですが、木地蒔絵って、漆面に表現をするんじゃなくて、白木の上にする場合、漆の、技法って結構水を使うことが多いんですが、水をこう、白木につけてしまうと、そこがなんかこう、汚れてしまうので、できるだけその汚れをつかせないっていうのが結構ポイントなんですね。で、どのようにやるかというと、右側の図を見ていただきますと、まずその、いかにこう、マスキングするかっていうことなんですが、鈴金貝、金貝張りっていうのがあるんですが、これはあの金属のマスキングだと思ってください。で、マスキングを前面にしたところに、描きたい模様のところに、そのマスキングを剥がすんですね。で、そこに、下地を充填していって、高さが上がった段階で、通常の蒔絵の作業をしていくんですが、ここのポイントはやはり、いかに白木を、汚さないかということで、最後の最後まで、マスキングの、金貝をずっと貼りっぱなしでやるっていう技法ですね。なので、
こういうような白木に蒔絵がされているものを見たら、あ、こちらは木地蒔絵なんだなというふうに思ってみていただければなと思います。有名な作家でいうと高野章山、蒔絵の人間国宝ですね、の作品なんかでよく作例が見られるので、そういうふうに見ていただければなと思います。はい、次に宮室ですね。これ読める方あんまりいないんじゃないかなと思います。宮室って何かというと、塗り全般のことを言います。なので、乾漆であるとか、生地物であるとか、塗りのことをとりあえず宮室というふうに表現することがあるので、伝統工芸展の展覧会などなんかでその分類分けで宮室ってあったら、あ、塗りがメインの作品だなっていうふうに見ていただければなと思います。では特徴を紹介していきます。塗りたてと呂色上げっていうのがあります。まず塗りたてですね。塗りたて、その言葉の通りなんですが、塗ったそのままの表情で仕上げる塗りの技法ですね。で、この張り抜きの八角中継ぎですね。赤塚自徳の作品かな。で、この張り抜きっていうのは紙のボディでできているので、その紙肌を生かすための塗りをしているんですね。で、そこで研ぎを入れてしまうと、その紙のちょっとザラザラっとしたマットな表情が生きないので、塗りたてをしてあります。で、塗りたての難しいポイントというのは、塗った肌そのままで最終表現をするので、ホコリを一粒もつけてはならない。プラス、ハケ目を残してはならないっていうふうに、いう難しさがあります。で、漆っていうのはすごく粘度の高い塗料なので、塗った段階でかなりこのハケ目っていうボコボコっとした表情がついてしまうんですね。で、人間の髪の毛で作ったハケ、硬いハケで塗るので結構ボコボコしてしまうんですね。それを、一晩かけてゆっくり乾かすことで、垂れずに縮まずにっていうその絶妙な厚さで、塗りを行って、ゆっくり乾かすことで表現しますが、最終的な表現の、内容というか見た目としては少しマットな、漆が乾いたそのままの表情なので、塗りたての作品は少しマットな表情ですね。実用的なお椀なんかも塗りたてで作られていることが多いので、優しい肌合い、漆らしい優しい肌合いを見たら、あ、これ塗りたてでできてるなっていうふうに見ていただければなと思います。塗りたてに対して呂色上げというのがあります。こちらどういう表現かというと、完全なる漆黒の磨き上げをされているものだっていうふうに思っていただければなと思います。僕の作品も呂色上げがしてあるので、ああいうふうな本当に艶のあるものっていうふうに考えていただければなと思います。塗りたてと呂色上げの違いはどこかというと、呂色上げというのは塗りたてをした後にですね、墨を当てて完全なる平ら平滑の面を作っておいて、そこに、すり漆という漆のワックス的なものをこう、すり重ねていって指で磨くっていう作業を行います。なので、磨きの作業が入るので、かなりその艶やかな表現光沢が得られる技法ですね。ちょっと黒い作品を作例にしているので分かりにくいんですが、かなりハイライトが当たっているの分かりますよね。こちら松波保身の菊型、夏目という作品だと思います。これがですね、どこが難しいのかちょっとわからない黒い夏目だよなって見えちゃうんですが、これが小さな、この片手に収まるぐらいの小さな造形にですね、漆の塗膜って、一層が 0.03 ミリぐらいしかないんですね。それを研ぎ破らずに研いで磨くっていうのがすごくこう、技術的に高い要求をされる技術なんですね。で、こちらの夏目はですね、ちょっと小さい写真なんで分かりにくいんですが、合口部分、蓋と身に分かれているので合口部分がこうあるんですが、そこが見えないぐらいぴったり と造形されている、そして塗りがされているっていう特徴があってですね、実際のものを見たら本当にこれ合口どこにあるんだよっていうぐらい精巧にできております。なおかつこの作品の場合はですね、菊型がこう何遍も何遍も花型があってですね、それをどこを回しても同じように合わないといけないんですね。それはどこにあってもこう、しっかりと合う、そして合い口が見えないぐらい凄まじい、
精巧な塗りをされているっていうところがまたすごいんですね。プラスロイロ上げがされているっていうのがまあ脅威ですね。この仕事は松並保身の本当にお家芸というか凄まじい技術力、ちょっとプロ向きの、プロなんだろう、プロ好みの仕事なんでちょっと分かりにくいんですが、このタイプの仕事に出会ったらですね、そのあたりをちょっと見ていただけると面白いんではないかなと思います。次にこれ読める方いらっしゃいますか。ちょっとシンキングタイムを。これ、読めますか。ちょっとこの放送見てる方って結構読める人多いかなと思いますが、ちょっと普通だと読めないと思います。僕漆やってなかったら絶対読めないですね。ペスケープさん、木島家のマスキングですが、例えば虫なりお花の輪郭に沿って、マスキングするということでしょうか。ですね、前面にこう貼ってですね、切り絵のように表現したい部分を、切り透かしていくっていう感じですね。なので、貼った時は前面に貼って描きたいところを模様の形に切り透かすっていう感じで、捉えていただければなと思います。カッパシーソーさん、キンマ、うん、あ、撤回されてしまった言っちゃった、まあ、皆さん多分分かってるなと思いますけど、これなんかこんにゃくの根に醤油の醤みたいなで、キンマと呼びます。こちらの表現はですね、香川県でよく根付いている表現で、香川の出身の漆芸作家さんなんかいろいろと表現に使われてますね。ではちょっと見ていきましょう。キンマという技法ですね。左側の写真を見ていただけると、こちらがキンマになります。一見赤い盆にですね、黒い模様が描かれているんじゃないかなって思っちゃうんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとそこは後で説明するとして、じゃあ金馬ってどういう技法かというとですね、右の図、香川県漆芸研究所のホームページからちょっと借りてきた画像です。どういう技法かというと、漆の面にですね、刃物を使って模様を彫ります。で、彫った模様の凸凹に、凹面かに、漆を充填します。で、その後に充填した漆を研ぎ込んで、模様に埋まった漆だけを生かすっていう技法ですね。こちらを金馬という技法ですが、左の作品、一見その赤いも、地模様に、地に黒い模様を描いたように見えますが、これ実は逆でですね、黒いお盆だったんですよ、もともとは。で、この赤い模様と竜の模様をぐわーって彫りまくってですね、そこに赤い漆を充填させて研ぎ込むっていう技法ですね。で、まあ、この金馬の技法でいう本当にオーソドックスな2色の技法なんですが、まあ、現代はかなり漆の色も幅が広く作れるようになっているので、よりその鮮やかな表現がされていますが、まあ、そのオーソドックスな線彫りでされている金馬の代表作品ですね。次に彫漆です。彫漆っていうのはどういう技法かというと、同じ漆を彫り込む技法なんですが、少し表現の内容が違ってきます。左側の作品は音丸香道、人間国宝の作品です。小さな香合なんですが、結構色鮮やかな模様が見えますよね。で、よく見ていただくと、模様の中に凹凸があるのが見えますかね。少し模様の部分がへこんでいるように見えると思います。で、これが、まあ、彫漆の表現の特徴なんですが、どのような工程をされているかというと、右の図を見ていただいて、まずですね、色漆を塗り重ねていきます。何色かの色漆が塗り重ねていられているかなと思います。左の作品で言うと、黄色、青、黒みたいな順番で塗っていきます。で、その塗り重ねた、層をですね、層に刃物を入れて、色面の断層を見せてやっていくっていう感じですね。で、彫って表面を研いで、上から見たらこういう図になりますよっていうのが、結構その、左の作品と右の、解説が結構同じような色合いなので分かりやすいかなと思いますが、左の作品で言うと、黄色、青、
黒っていう、まあ、その中に中間色とか結構入ってるんですけど、で何回も何回も塗っていくんですね。先ほども言ったように漆の塗膜の層っていうのは1回に 0.03 ミリしか厚みがつけれないので、1ミリ塗るのにだいたい30回ぐらい塗っていくんですね。なのでそのぐらいの層を作っていって、彫り込んで表現します。彫り込む前の色っていうのはこの2つともですね、2つの光合とも黒の光合なんですが、彫り込むことによって下の層の色が見えてくるっていう表現が彫漆というふうになります。伝統工芸展の、展覧会なんかで、見ていただいたときに凹凸のある色相が見える作品があったときに、あ、これ彫漆なんだなっていうふうに見ていただければなと思います。はい、次に沈金という技法ですね。こちらは、石川県の輪島なんかでよく使われている技法ですね。どんな作品があるかというと、こういう作品ですね。これは、前大宝という、人間国宝の作品ですね。ちょっと蒔絵に似てますよね。ここから見ると、写真だと蒔絵に似てますが、実物を見ると少し違います。金馬のようにですね、彫り込みを入れることで表現されている沈金という技法なんですが、どのように違いがあるかというと、金馬の場合は色漆を埋めるんですが、沈金は金粉であるとか、金箔を埋めるので、このようなすごく強い対比が表現できる技法ですね。で、蒔絵との違いはどこかというと、彫り込んであってそこに細かな粉や箔が埋めてあるので、その彫り跡が実物には生かされています。なので点彫りであるとか線彫りの、彫った表現が金色に輝いている表現なので、あ、これは彫り込みがあるので、沈金だなというふうに見ていただければなと思います。SDT ワークスさん、彫った面の研ぎはどうやっているのでしょうか。彫漆の場合はですね、先端が細い細かい砥石であるとか、クリスタル砥石、人工砥石を使って、研いでありますね。アサトラゼンさん、いつもありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。彫漆は先ほど言った通り、少し細かい、砥石を作ったり、買ったりして、研いでいきますね。はい。では次ですね。螺鈿の説明をしていきたいと思います。薄貝と厚貝があります。まず薄貝ですね。薄貝っていうのはどれぐらい薄い貝を使うかというと、0.1 ミリぐらいの貝の板ですね。薄いプレートみたいなものを使っていくとイメージしてください。こちらは松田権六の夏目、トンボの夏目の作品ですが、どこに薄貝が使われているかというと、羽の部分ですね。こちらの羽の部分がちょっと白っぽい、銀色っぽい表現にされているかと思いますが、伏せ彩色で、銀か銀、金が使われていて、薄い貝の裏にですね、金か銀の伏せ彩色というその粉をこう巻きつけてあるので、貝の透明度の下に見えるその金粉が、見えている状態なんですね。で、貝、薄貝の場合、貝本来の青い色味とかがよく見えるんですが、そうではなくて伏せ彩色をされているので、ちょっと白っぽい表現に見えているのが特徴ですね。薄貝螺鈿の、伏せ彩色の特徴です。で、薄貝でできることと厚貝でできることの違いがあるんですが、薄貝でできることの特徴の一つは、このような丸い面、夏目のような小さなもので、その球状になっている部分に、貼ることができるっていう特徴があります。イメージすると、厚い貝、約1ミリぐらいの厚みがある貝をこういう丸いところに貼るのは不可能ですよね。バキバキと折っていくことになるので、それは不可能なんですが、薄貝だとできます。どういうふうに貼っていくかというと、薄貝はその薄さを生かしてですね、割ることができるんですね。割り貝といって、薄い紙に貼った後にあらかじめ割っておきます。で、その割りをその器物に合わせて貼っていくことで、こういう R の R 形状のものに、貼っていくことができます。で、この作品のうまいところはですね、割り貝のそのひびの表情ですね。ひびの表情がトンボのその羽の模様に
生かされているっていうことで、表現と内容が非常にマッチした作品なので、こういうあの割り替えの仕事を見た時には、あ、こういう薄い貝を貼ってあるんだなっていうふうに見ていただければなと思います。次に、厚貝の仕事ですね。ちょっと時代が古くなって平安時代にいきなり戻ってしまうんですが、片車蒔絵手箱ですね。こちらの作品のどこが厚貝螺鈿かというと、この車輪の部分ですね。今こんな状況を見ることないと思いますが、昔の牛舎とかの車輪はなんかこういう革で現れてたんですかね。それがなんかこう衣装として使われている状況ですね。どんな現場だよって感じですけど、あの車のなんか洗車工場かみたいな感じかなと思うんですが、それを見事に衣装化されている作品です。でこちらの作品の車輪が白く見えるのが厚貝螺鈿ですね。約1ミリぐらい の厚みのある貝をですね、先ほどの薄貝と違って貼るのではなくて掘り込んで象眼をしてあるのが特徴です。でこちらの作品よく見てもらうと、強い R の部分は避けて貼られているの分かりますかね。さっきの薄貝だとこう強い、箱の四隅とかの R にもこうペターっと貼れるけど、これはなんか絶妙に角を避けているっていうのがあるので、そのあたりでね、やっぱ仕事の限界っていうか、まあ、表現に落とし込むときにその技術的な無理がない仕事をしているんだなっていうふうに思いますね。で、よりですね、薄貝に比べて、貝の真珠層が厚いので、貝の色味というよりはその真珠的な光沢、深い白色の光沢があるのが厚貝の特徴です。なので、深い、真珠っぽい光沢を見た時には、あ、これは厚貝の仕事だなっていうふうに思っていただければなと思います。という感じで、ざっと現代の、漆芸技法にも生かされている、技法の解説をしました。何か質問があればどんどん入れてください。続いてちょっと、クラウドファンディングのことをお話しさせていただきます。昨日ツイッターでも言ったんですが、図録制作のクラウドファンディングを立ち上げようと思っていて、それのご報告とご協力のお願いをしたいなと思っております。でですね、明日の10時にリリースしようかなと思うので、ちょっと前段階でこちらの YouTube ライブの方で説明していって、またご意見などありましたらお答えしていきたいなと思います。よし、はい。明日の10時リリース予定のサイトですね。はい、ちょっと見ていきます。4月24までのクラウドファンディングを立ち上げようと思っておりまして、内容に関しては前回と3回前の YouTube ライブで、内容については話しているので、そちらを見ていただければなと思います。で今回はですね、どのようなリターンがあるかっていうことをお話ししていきたいなと思います。まずはですね、この右側の部分を見ていただければと思います。スマートフォンで見るとちょっと違う仕様になるかなと思いますが、パソコンで見るとこのような右側に、コースが出てくるので、ちょっと見ていただければなと思います。ただただ応援コースですね。こちら本当にただもう頑張れよって感じで応援してくれる方のように、設定したコースです。
で、リターンはですね、最初に送っていただいた時のメールがそのリターンという形になります。で、次に学割コースですね、学生さんにも図録手に取っていただきたいので、学校名と学年を教えていただければ学割コースで、作品集をゲットしていただきたいなと思います。で、定価がですね、多分5500円から6000円の作品集なので、まあ、お買い得に学生さんの手元にお届けしたいなと思っております。で、次に作品集コースですね。こちらノーマルな、コースなんですが、感覚的にはもう前売り、作品集の前売りっていう認識で、購入していただければなというふうに思っております。で、ここからはですね、作品集プラスちょっと、サービス付きのものの紹介になります。次がですね、サイン付き作品集ですね。図録の中表紙みたいなところにサインを筆ペンで書いて、お送りしたいなと思います。サインとあと落款ですね。落款をしたものをお送りします。で、次に DVD 付きですね。こちらはサインついてるのかな、サインついてるって書いてないですけど、サイン付きにします。作品集と DVD ですね。作品画像いくつか、入れたものプラス、作業動画を収めた DVD をセットにしてお届けします。で、次にオリジナルドローイング付き作品集ですね。季節の花とか、あとは街の情景とか星の空とかをドローイングしたものを書いて、お送りします。で、使用する画材がですね、金泥とあと墨ですね、黒い墨とあと顔彩を使ったものなので、割とそのカラフルな、しっかりとしたドローイングに仕上がってお送りできるかなと思います。こちらが、50名までなので、限定数がありますね。DVD 付きとオリジナルドローイング付きは限定数があるので、ご協力、ご参加いただければなと思います。で、作品集2冊組です。なんか、友達にあげたいよとか、〇〇さんがこういうの多分好きだからっていう方に、ぜひぜひ、漆好きを増やす活動に協力していただきたいなと思って設定したコースですね。2冊送りますので、誰か、お知り合いのプレゼントなんかに使っていただければなと思っております。で、次に図録と応援ですね。こちらはですね、図録1冊と、あとはもう本当に頑張れよみたいな感じで応援の寄付っていう感じで、コース設定をしておりますので、何か、よりなんか協力的に応援してくださる方に、ぜひぜひ参加していただきたいなと思っております。で、ここからはちょっと作品が入っていきます。作品コースですね。お椀ということで、僕がお椀を作ることはもうこれ以降ないと思います。あってもですね、キャンプファイヤーコミュニティでかなり限定的に作るものだと思うので、今後はお椀はもう作らないんじゃないかなと思います。で、こちら6万5000円ですね。蓋付きのものでですね、布着せと下地すべての工程が日本産、鳥取で採取した漆で、作業してあるお椀なので、こちらもぜひぜひ日常的に楽しんでもらえればなっていう風なコースですね。で、写真がちょっと小さいですが、ね、途中の工程ですね、錆び付けした段階のものしかなくて、この状態の写真になってますが、こういう蓋付きのお椀をお届けするコースですね。で、次にスポンサーコースですね。個人さん様や、あとは企業様なんかで、協力してもいいよっていう方にお願いしたいコースで、本当にもうスポンサーっていう感じで、図録にお名前を掲載することもできます。で、それは、図録に名前とかいらないよとか、企業の紹介とかいりませんっていう場合は、掲載なくても、いいコースで、応援していただける方に設定したコースですね。で、こちらのコースだと図録を10冊まで送れるので、必要枚数おっしゃってくだ
さればなっていうふうな思いから、作りました。で次に作品コースですね、手記です。今作っている手記を、2枠作っております。ちょっと制作が立て込んでおりまして、枠が2つしか作れなかったんですが、手記を送るコースとなっております。で、最後にスーパースポンサーですね。こちらはですね、図録プラス、展覧会、僕の個展が11月に開催されるんですが、その個展の際にですね、いろんなこう壁面とかにもいろいろ、看板とか出していくんですが、その際に企業さんなり個人様のスポンサー名を入れることができるコースですね。まあそれもスポンサー名入れなくていいよという場合は、なしでできるコースで、図録は20冊まで送ることができるので、希望枚数、希望冊数を言っていただければ送るっていうコースですね。で、作品コースに、作品集がついていないので、作品プラス作品集欲しいっていう方は、別に2つのコースを入っていただかないといけないっていうのがちょっと注意点かなと思います。あとはですね、作品集は個展の会場で販売するほか、そうですね、個展の会場で販売も予定しております。で、まあ、このクラウドファンディングで集まった資金を全額ですね、クラウドファンディング手数料を除いて全額を印刷費にプラスしていくので、大きくなれば多くなるほど、その作品集を豪華にできるというか、まあ、クオリティ上げていけるという考えでやっておりますので、明日の10時にリリースしたいなと思っておりますので、ぜひぜひご一行プラスですね、あとはTwitter とかでシェアをしていただけると嬉しいなと思います。明日から、4月24までちょっといろいろ宣伝とか、お伝えをすることが増えるかなと思いますが、ぜひぜひ皆様にご協力いただいてですね、少しでもいい図録を作りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そうだな、伝えることはそれぐらいかなという形で、雑談になるので、チャットどんどん入れていただけると嬉しいです。最近もえっ、ー、と、質問箱を来ても、まず YouTube で、答えちゃうので、なんか YouTube で答えちゃうと、なんか、その、一仕事やっちゃった感があって、Twitter で返せないので、質問してくれた人が、まず YouTube 見てくれてるといいなっていう感じでやってますね。で、あんまりその Twitter で返事をしないと、あんまり、質問も入ってこないので、しっかりと。ツイッターの方でも質問返さないとなって思いながら、なかなかできない毎日ですね。京都の桜はだいぶ散り始めてきまして、木曜日に醍醐寺の夜桜を見に行ったんですね。醍醐寺って結構しだれ桜が有名だと思うんですが、でしだれ桜はもう完全に散っておりまして、葉っぱがちらちらと緑色なのが出てきていて、ただ参道にですね、ソメイヨシノが咲いていて、それはすごく満開に近い状態で、時折風が吹くとチラチラと綺麗な風景を見せてくれましたね。そろそろ京都の桜も終わりじゃないかなということで、なんかすごい観光の方もかなり多いんですが、まあ全国的に東京もそろそろ終わりかけかなっていうふうに、午前中の放送で聞いたんで、今日明日が見頃なんじゃないかなと思いますね。残念ながら明日はちょっと天気が悪いようで、せっかくの花火日和なんだろうけど、その桜の見頃なんだろうけど、天気はちょっとそれに応えてくれないようですね。東京とかあと他の地域はどうなんでしょうかね。で、特にそうですね、ニュースはあまりないんですが、今日ちょっと個人的なニュースというか、ニュースかは、今晩
エヴァンゲリオンを見に行くっていう感じですね。なんかツイッターでもなんかいろいろエヴァに、なんだろう、すごいエヴァンゲリオンネタがどんどん流れてくるんで、今まで実はエヴァンゲリオン僕見たことなかったんですよ。アニメ版とか映画版含めて見たことなくて、このまま人生の中でエヴァンゲリオンを通過せずに過ごしていくのかなと思ったんですが、プロフェッショナルで庵野監督 のドキュメンタリーが放送されたということで、それが見たかったんですよ。で、僕結構映画監督のドキュメンタリーを見るのが好きで、その、まあ、宮崎駿のドキュメンタリーとかめちゃ楽しみに してるんですね。で、そういうのを見たいんだけど、エヴァンゲリオンを一つも見てないやつがこれ見てちょっと分かるわけないし、みんながこれだけ熱狂しているのに見ずに行ったら、ダメだろうってことで、映画を見るためにですね、壮大な予習をしたわけですよ。予習っていうか、まあ、当たり前に見とかないといけないかったのかもしれないですけど、ネットフリックスで、アニメ版と映画版を全部見て、劇場版をですね、見る権利を得たので、今日の夜はエヴァンゲリオンを見に行ってですね、明日は録画をしておいた庵野監督のプロフェッショナルを見たいなと思います。かなり壮大な計画だったんですが、なんとか追いついたので良かったなと思います。朝とラゼンさん、エヴァトナ、朝とさんはもう見られましたかね。結構分かれますよね。興味がある人はもう熱狂的に好きだし、ない人はもう見なくていいよみたいな感じで、かなり分かれるんじゃないかなと思って、僕もずっと興味なかったんで、ほったらかしにしていたんですが、見るとやっぱりこうその作品の芸術性っていうのが凄まじいなと思って、よくこれ作ったなっていうのと、あともう次がまあ今日の夜見に行くのが最終バージョン、最終回のはずなので、どのような締めくくりを してくれるのだろうかと、よくここまで広げた風呂敷を畳むことができるな、ちゃんと畳めるのか、畳めないまま終わるのかわからないんですが、結構話を聞くとかなり満足度が高そうなので、うまく風呂敷を畳めたのかなっていうふうに思っております。SET ワークスさん、来週見るのでネタバレ禁止でお願いします。じゃあ見たらツイッターでアップしまくって、SET ワークスさんに DM しまくろうかなと思います。よろしくお願いします。先週僕多分玉虫の厨子後半やりますとか言って全然違うのをやってしまったんですが、やっぱりちょっと今日からですね、教室、漆教室を再開してですね、ちょっと生活のテンポをつかむことができずに、準備する時間がなかったので、自分のちょっと知識にあることを多く使える放送に変えました。またなんか、玉虫の厨子後半は必ずやるので、そちらもまた期待していただければなと思います。朝とで大丈夫ですよ。3をつけたいですね。朝さん、ありがとうございます。エヴァは途中で深夜に移り、眠気に勝てず、それきっかけで折れてしまいました。ネットフリックスで見てはどうでしょうかね。当時のエヴァンゲリオンってどの時間帯でやってたんですか？深夜帯だったんですか？多分僕、リアルタイムだったら中学生の時にやってたのかなと思うんですが、25年前とかなんですよね。めちゃめちゃ古いですよね。四半世紀前にスタートした映画が今こう完結するっていうのは感無量で、なんか、いろいろな感想を聞いてるともう、泣いちゃう人とかいるとか聞くんですよね。なんか映画館に行って、もうエンドロールが流れてる時に泣いてる人とか、終わった瞬間にこう拍手、喝采だとか、なんか普通の映画じゃねえなみたいな感じですね。楽しみなんですが、そうリアルタイムでまあ見てなくて、まあ、それは別にいいんですよね。っていうのが一気見できたのがすごくいいなと思っていて、劇場はもうすごい間が空いてて、もうみんながすごい待って待って、いつなんだよっていう風に
思ってたっていうのを、まあ、横目でチラチラ見てて、あ、すげえ熱狂してるなみんなと思ってたんですね。で、あ、一気見できてもはっきり言って内容がこう整合性が取れないことが多くて、あの前の話とか忘れちゃうじゃないですか。で、1週間のうちにまあ見たぐらいの、その詰め込み方なんですが、前の話のこう理解が追いつかないような感じなのに、その25年間もこうなんか長期戦で挑まれる方は本当にこう一つ一つを忘れながら、思い出しながら、何回も見ながらするしかなかったんだなと思って、それは考えもあるなというふうに思いますね。最初のアニメ何時だったかな、記憶がっていうことで、玉虫前編、今日ようやっとアーカイブ見れます。ありがとうございます。玉虫の厨子前編は、技法的なことを中心に、お話をしている回ですね。で、後編は、その衣装に関しての言及とか、調べ事をして、話していきたいなと思います。で、玉虫の厨子って、4面ある厨子なんですね。四角い厨子なので、4面、絵画表現がされているのと、それが2段になっている構造なので、約その、計8面の絵画表現がされていて、それがまず一面違う表現がされているので、そこの内容に関して、解説していきたいなと思っております。で、まあ、本当にもうがっつり宗教、仏教系の話になってくるので、まあ、その、深い仏教のことを僕はちょっと話せないんですが、まあ、その模様、なんでこれが書かれているかというのは、かいつまで、の解説になるので、ちょっと仏教が強い方とかが見に来てくれたら、補足をしていただきながら放送できてありがたいなと思ったりして、ちょっとまあいろんな方に助けていただきながらできる放送にしたいなと思っております。という感じですね。今月はですね、4月の14日から、伝統工芸近畿展が始まって、僕の作品も2作品展示されますので、京都大阪含め近畿にお住まいの方はぜひ足を運んでいただければなと思います。あと4月になったので、以前そのお送りした漆の種ですね、なんか水につけて1ヶ月置いとこうみたいないろいろあったので、4月はどこかで漆の種を植える放送もしたいなと思います。で、まあ、皆さん結構種植えてくれてる方いらっしゃると思うんで、放送中に皆さんの状況を聞きながらですね、どのようにしたら成功率上がるかなというのを話しながら、進めれればなと思います。週の真ん中に京都に行きましたが、平野神社の夜桜見に行きました。あ、そうなったんですか。どうでした、週の真ん中。あ、ちょうど良かったですね。うん、今年の桜は早かったですね。疎水の桜も綺麗でした。うん、そうですね。疎水は僕の、今の家の近くも疎水があって、犬の散歩毎日行ってるんですが、今日は桜が散ってですね、綺麗な花いかだが浮いている状態でしたね。桜のシーズンももうすぐ終わりと思うとちょっと寂しいですね。という形で、来週は漆の種植え放送にしようかなと思いますので、皆様の結果報告も含めてですね、いろいろ、僕がなんかこう下手に漆の種を植えるところを皆さんに注意していただきながら進めれればなと思います。カッパシーソーさん、漆の種半分巻きました、残りは冷蔵庫の中です。あ、冷蔵庫の中で眠らせておくといいんですかね。とりあえず僕はですね、漆の種ちょっと水につけたものを熱湯にかけて植えるっていうのを試してみようかなと思っております。用意しないといけないね、来週は。うん、っていう感じで、それぐらいですかね、報告は。という形で、今日の放送も終わろうかなと思います。来週も、夕方5時から、YouTube ライブしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、また来週お会いできればなと思います。今日はありがとうございました。